映てる？はい、皆様まだちょっと時間早いんですよ。おはようございます。6月20日ね、今日ね、お天気いいです。今日もあのジェシコの部屋、皆さんと一緒に遊びたいと思います。まだ誰も聞いてない？今一人聞いてる。お、そうなん？一番の人誰？ありがとうございます。今二人になった。おー、嬉しい嬉しい、ありがとう。昨日ね、ちょっとお話しする、もう普通の普段の話です。あの、そうだ、去年じゃ、先月のジェシコの部屋の時はまだ528があの誕生する前で、5月28日にね、528株式会社っていうね、新しく会社が誕生しまして、で、今日ここ、これ映ってる、これこのオリーブね、ちょっと狭いかな、いけてるかな、あ、大丈夫、このオリーブが528のオリーブなんですよ。で、昨日ね、528の、会社ができて初めての公式イベントがございましてね、もうそれもここから配信しております。もううちも外もない528、とっても楽しかったんですけど、で今日はだから先月5月28日に、私そのね、社会人もなったことないのに、あの会社がねできましてね、私 CEO っていうのに据えていただいてるんですけどね、チェイス、 C はチェイスね、 E はエッセンシャル、 O はオペレーション係さんで、 CEO って思ってるんです。で、5月28日会社できますってなった時にですね、自分がどういう気持ちなのかなとい いうのはね、私はやっぱりピアノ弾いて歌を歌ってる最中に、何どうなのかっていうのを確かめるのが一番確かだなって思って、で5月28日に歌ってた曲をちょっと言葉を添えて YouTube に上がってるんですけど、その言葉書いた、言葉で、それっていいねって書いて反応してくださった方がいらっしゃったので、今日のジェシコの部屋は5月28日に私が歌った曲をもう一回今日じっくり歌いたいなと思って選曲しています。でそれ以外の曲もちょこっとあります。皆様はどうですか？どんな、なんか一応今日で緊急事態宣言がまあおしまいになるとかってね、でも次またなんかデルタ株が来るんちゃうかとかね、なのでまあもうジェシコの部屋を見てお家にいましょう。はい、もうこれ歌っていい感じなんかな。今5人、見に来てくれてる。なんか言うてくれてる？いや、何もいいねももらないし、コメントもなし。あ、そうか、まだ来てないのかな。でももう10時32分ぐらい、じゃあちょっともう始めようかな。その5月28日に、まあ、自分で自分の記念のために歌を歌ってた時の、1曲目だったっけな、 Music and Me っていう曲がありまして、音楽と私っていう、まあ、訳したらそうかな。でこれはマイケル・ジャクソンがちっちゃい時に歌ってた曲でね、まあ綺麗なメロディーなんですよ。作った人の名前見てもなんかああとも思わないけど、有名な人なんかな。でね、音楽は、まあ、音楽するとか言うでしょ。でもこの歌を歌ってる時に、音楽はするじゃなくて、音楽と一緒にいてたやみたいな、音楽と一緒に来たやみたいなね、なんかそんな気持ちが、ああそうやったんや、ほんまはそうかみたいな、なんか音楽をこうなんていうの、動作としてするとかせえへんとか、なんかそれとか音楽やめるとかいう人も いますでしょ。でもそうじゃないなと思って、音楽と自分は一緒にいる。でなんか最近は音楽聴くことがいいことですよっていうのをね、こう周りの人に伝
伝えたいよとかって言ってくださって、で私自分のブログ の, あのそれにちょうど合うようなところをあのこれどうですかとか言ってお送りしてるんですけど、まあ528も私もそういう、なんか衣食住以外そんなんは後回しやっていう、あのなんかそういう厳しい考え方っていうか、なんかギスギスした考え方はもうやめましょうよって、別に衣食住より手前に音楽があったり、それは贅沢品じゃなくて普通に自分の、なんか自分のために自分で歌ったり誰かと歌ったりどっかで聴いたり、そんなそういうのってもともとそれは大事、なんかもう別にあっていいやんみたいなね、そんなこと思ってます。なんか皆様今日もあの見に来たよって意味でなんかコメントとかいいねとかとってもいいねとか大好きとかなんかそんなんまたくださいね。まだない？今日はまだない、いいねが、2人来た。あ、本当？コメントはまだ来てる。そっか、じゃあそれ歌おう。あ、いいですね、ピアノの音色もいいですね。Music and me。私のこれまた YouTube にあの次アーカイブみたいにねあげるので時々聴いてくださいね。この歌ねメロディーも綺麗やねんけどね、こう Music and me ここも綺麗やねん、もうとっても普通なんですけどめっちゃ綺麗やわ。
ね、美しいのはいいですね。はい、なんかもしコメントあったら教えてください。はい、音楽は人生の大事な一部ですよね。今日も優しい素敵な歌声をありがとうっていうのと、うん、音楽に癒され元気づけられっていう、うん、まあね、うん、そうですね。なんかね、あのね、音楽はさ、 今となってはなんかテレビでとかさ、あのこうなんていうんだろう、あの何々が流行っていますとかやけど、もう人間のもう昔ね、太古の昔はね、なんかもうどうしてもあの気持ちがこう自分の中から溢れてしまう時に歌ったり、まあ音にしたり、何かそういう楽器のようなものでね、音にしたり してたんですよね。で今はさ、なんかまあそういうテレビで見るようなアーティストとか、それから音楽の大学に行った人とかが演奏したり歌ったりするみたいになってますけどね、もともと人の人間の中にはそういうあの自分から溢れてしまうようななんかそういうものをまあ、音にすると綺麗ですね。それがたとえ恐怖でも怒りであってもね、それが音楽やから、やっぱりそういう風に音楽ってね、 あった方がいいね。ないだんだんなくなってくるって言ったら、ちょっと、うん、そういう社会はやばいですみたいな、はい、人間の普通のこう行為のうちの一つかなね、そんな風に思ってます。まあそれがあの自分の思ってるような頭の中にあるような美しさとか、あのそういうなんかあの迫力とかさ、そういうことできるようにするためにこう練習したりお稽古したり、あのそういうのそこのなんか順番間違えたらあかんな、なんか練習せなあかんもんみたいなってきたらつまんないですからね。どうしようかな、次の曲いく、もうそうやな、なんかあっという間30分終わりますからね。今日ちょっといつもよりちょっと喋りが長いです。いろいろありましたら喋りたいこともあります。その喋らんと歌に表すんちゃうんかっていうね、そういうのもありますね。でね、これね、今から歌う曲がその記者が来たから乗ったらいいっていう、まあそういう歌なんです。 People get ready って言って、もうあの人々はあの準備ができておりますっていう題名で、で向こうから電車がやってくる、その電車のこっちに向かってくる、うん、なんか音が聞こえるねと、であのこんな大きなカバンとかあのチケットとかそんなんあるとかないとか言わんと、もうその乗り物に乗ったらいいんですよっていう、これはなんか誰がもう誰の曲って調べておいたらよかった、誰か調べて People get ready って言うんですけど、まあ、いろんな人やってるんですね、まあ、ゴスペルみたいな曲で、その、まあ、あの電車汽車に乗るっていう行為がきっとそれはこうアーメン的な何かこう信じましょうよみたいな感じだと思うんですけど、これね、いろんな人歌ってるんですけど、ジェフベックというギタリストさんがね、こう有名なイントロのリフのフレーズがありましてね、なんとそれはこうキー D 私やったらキー D ね、やったらね、レラレラなんですよ。レとラしかで、ね、2つの音だけでこんななんかこんな、あ、間違えた、もうこんなできるのすごいなと思って、そのレラレラっていうのがなんかその遠さと言いますかね、なんかそんなん感じません？遠さとなんかこう勇気と言いますかね、あのやっぱりだから難しいとか複雑じゃなくていいんですよ。レとラっていうのは、レは1やから、ラは5やからどう言ったらいいかな、
あの C の時は C で例えると動が1やから総が5やから、だからね、1っていうのはお家ね、5っていうのはあの外ね、だから一番簡素な一番シンプルな音をこのドレミの中から一番簡単な音2つが1と5なんですけど、その1と5だけでこうなんか素晴らしいわ。いろんな思いがこのレラレラに入ってるなと思います、そのイントロとそれから歌詞はね、もうずっと永遠似たようなこと言うてるんですよ。そういうことだけで、だからあのもう記者が来たらね、もう考えんと乗ろっていう、うん、あのそういう信じ方ですよね。これどうなんかな、ええんかなとか、あの、うん、まあ、ざっくり言うたらこう佐野で調べ上げてからこれはいけると思ったからみたいなじゃなくて、もうあの信じるのは何を信じるかって言ったら自分ですよね。自分を信じても記者が来たんやったら乗ってしまえみたいな、そういう歌かなって思ってます。そういうのいいですね。なんかコメントありますか？いいですか？なかったですか？あれ、カレンちゃん。はい。なかった？あ、コメント？うん。あ、ごめん。寝とったん？いや、寝てない。別のことしてた。別のことしてる。オペレーターさんが別の。はい。うん。あー、そう、喋りが長いからよかった、ありがとう。なんかカーティス・メイフィールド、うんうん、あ、カーティス・メイフィールド、あー、最初それですか。あ、本当、へえ、なんかそのこう曲の歴史を知るとなんか余計あれやな、なんかあのこう尊敬の思いが上がりますね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。これは何、誰の曲なの、調べて言うたらすぐ調べていただける、素晴らしい、このオンラインシステム。いや、違う違う、その人のなんていうか思いですよね。私が言うてんやって調べたろかっていうね、嬉しいな。だからこれはあのこっちから映してるだけですけど、めちゃくちゃ双方向なんですよ、ジェシコの部屋はね。あの いつかあの順々にここへ生で来ていただきましょう。ジェシコの部屋、今までご愛顧いただいた方にね、あのそういう時が来ましたらね、あのそれを今日はお約束といたしまして。わあ、いいね。じゃあ People Get Ready 歌います。みんなもレーラーレーラーって言ってくれたらいいと思う。言ってみます。もう一回行こう。
宇城作詞シャボン玉という曲なんですけど、このねシャボン玉は風風吹くなシャボン玉飛ばそうって言ってね、シャボン玉がバーッと飛んでいくと、でまあ消えちゃうのもあるやん。でこの野口宇城っていう人はその時自分の赤ちゃんが亡くなったらしくてですね、その赤ちゃんがシャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えたっていうのが
自分の赤ちゃんのことをね歌ってる歌だそうです。でもこの歌はそんななんかあの絶望的なメロディーじゃないね。メロディーこれやね。すぐに壊れて消えたっていう歌詞があってそういう気持ちが入ってるんですね。でもこの歌を歌うときは別にそんな悲しく歌わないんですよ。みんなね普通の歌の一つとしてあのなんということはなく歌ってると。でなんということはないから誰でも歌えるんですね。なんかその子供を亡くした悲しみの歌だったら歌える人と歌えない人がいますね。悲しすぎて歌えない人もいるし、悲しい気持ちじゃないのにそういう歌歌えないわと思って歌わない人もいるから。でもこのシャボン玉のメロディーみたいにあのメロディーがいいと誰でも歌えるんですよ。それで誰でもこの歌歌ったらあの身内の人が亡くなってない人も、いつもその、あるはずの命はあって当たり前じゃなくてあの壊れないで風風吹かんとってってシャボン玉はずっとあの飛んで綺麗に飛んでいってほしいよっていうそういう願いとか、まあ、祈りのような気持ちを 歌でもう歌っちゃったらそう思ってなくてもそういう思いはずっとこうあの世間に広がっていくんですね。だからあのそういうふうに子供を亡くした人励まそうとかそんなこと言わなくてもこの歌を歌う世間っていうものはあの小さな命とか生まれたての命とかそれから普通の命とかそういうのがずっと続いていってほしいよっていうそういう思いの人に歌を歌うことで後になるんですね。歌を歌うことでそういう人になるというのがあの音楽の力なんですね。だからそういう意味でこの歌とってもいいの。そう思ってもう一回歌おう。そう思って皆さん歌ったり聴いたりしてください。Bye.
同じことばっか歌うんですけどね、いい歌はそういう力がありますね、はい、今日のジェシカのジェシコの部屋はこれでおしまいかな。みんないかがでした？皆様今日はどんな予定？お天気がいいから洗濯ですね。もう干したけど、なんかコメント頂戴してますか？そうなんや、ハマったやつを聞きたかったな。そうですね、最初のは多分ピボゲレディのことね。そうそう、だから神に召されるのかもしれないんですけどね、今のとこまで私生きてるから、生きてる状態で歌ったらもう汽車に乗ってしまえって言ってね、まあ528の汽車に乗ってしまえみたいな。皆さんもよかったら一緒に乗りませんか？あの新しくこう、はい、もう考えると乗った方がよろしいよ。そんな、はい、その何のおすすめか分かります、はい、まあ、応援してください。そうね、シャボン玉猫のエピソード聞いたらね、悲しく聞こえるけど、でも歌は悲しくないんです。だからみんなで歌った方がいいね。そしたらそういう、こう命、シャボン玉はシャボン玉じゃなくてシャボン玉が命みたいにさ、そういう風にそういう気持ちが自分の中に出てきますからね。歌は歌った通りの人になるんですよ。だからあの私みたいに面白い人になることもありますし、時々いいことも言おうとすることもありますし、はい、そういうふうに、だからいい歌を歌わなきゃいけない、いい歌を歌ったりいい歌を聴きましょうよ。まあそういう運動がジェシコの部屋でございます。あのまた次7月何日かな、もう次は暑いな、その時はもう沖縄ソングのシリーズかなんかしようかな。で言うたことすぐ忘れるからな、書いとこう。そうしましょうかね、次はね。はい、皆様毎月ありがとうございます。これでもう6月今日半年過ぎたんですね。もうあと半年もよろしくお願いいたします。皆様もお健やかに、今から急に暑くなったりするからね、お体気をつけてください。消毒もしてください。ありがとうございます。おしまいかな。ありがとうございました。11時だね、合ってるね。ありがとう、バイバイ。みんなにまたコメントの返事します。コメントいつもとっても励みになります。もう読むの大好き。ありがとうございます。おしまいです。私消す？あ、私が消す。消す？あ、消してもらおうか。じゃあありがとう、ありがとう。あ、ね、これね、この528のオリーブも今日デビュー、昨日デビュー、ね、ありがとうございました。ありがとう。